どうもダリンです。よろしくお願いいたします。今回もソロをやっていきます。で、ここで一つお知らせがございます。フォートナイトのクリエイターサポートシステムに、申請しましたら本日受理されましたので、クリエイターサポートのコードを概要欄に記載しておきます。もしよろしければご登録をお願いいたします。皆さんの応援がありますと、より動画活動がスムーズに進められますので、実施していただけると大変ありがたいです。ちなみにサポート登録しましても、自動的に14日で解除されますので、もしよろしければ14日ごとに再登録していただけると大変ありがたいです。それでは、ソロの方なんですけども、今回も自分に課したミッションは、1試合1キルというちょっと甘めの、目標を立ててやっていきます。で、雪のマップがだんだん減ってきまして、それに伴って飛行機がちょっとなくなってきてるんですね。ですので、ちょっと完全に飛行機がなくなってしまう前に、ちょっと遊び尽くしたいなというふうに考えてますので、今回の1試合1キル目標は、飛行機に乗りながら、飛行機の期間中でなんかちょっと倒していこうかなというふうに考えております。で唯一ですね、飛行機が残っているだろう、他にも残っているところあると思いますけども、ちょっと私が把握しているのはキャッティングコーナーだけですので、ちょっとこちらの方で、飛行機を狙っていきます。皆さんもちょっと飛行機乗りたい方たくさんいらっしゃると思いますので、キャッティングコーナーの人が集中するんじゃないかなと思います。ですので、一旦上に降りますけれども、考えること皆さん一緒ですので、多分上に降りてもたくさん人がいるんではないかと思います。ですので、ちょっとね、今ちょっと飛行機乗れる場所が少なくなったのと、NPC が相変わらずね、ここしっかりアップグレードしてくれますので、人気スポットになっちゃいましたよね。僕は飛行機乗りたいだけなんでね、ちょっとそういったちょっと人気スポットになるのは大変心外でございます。よし、これで、しょってショットガンは取れました。あとは軽く、ポーションでも取れるが、デカコラボになりますね。あれは取っていきましょう。人がいるよ。危ねすぎる。危ねえ。ここの宝箱はない。で、ここの箱も開けられているアサルトだけ取っていきましょうか。結構皆さん降りるの早いんですよね。僕は降りるの下手くそなだけだと思うんですけども。外にデカポがあったぐらいでしょうか。上にもありますね、宝箱。パッとしないですけど、まあ出だしこれだけあったらいいでしょう。デカポはどこだ。もう飲んじゃいますね。本当はちょっと、あ、まあいいか、まだ早いか。ミニポ見つけたからにしましょうか。まだコントローラー壊れてるんですよ。コントローラー買ったんですけども、で、物も届いたんですよ。なんですけど、繋いでみたらね、全く認識しないですよね。それがプレステの本体に繋いでも、パソコンに繋いでも、どっちも反応しなくって、充電すらしないんですよ。で、ケーブルが壊れてるのかなとか、まあ、本体壊れてるのかなと思ったんですけど、他のコントローラー繋げると認識してますんで、何の間違いですかね。ちょっと初期不良だったら嫌だな。なんか単純にね、なんかケーブル繋いでるのにランプも全く何もつかないんで、なんか接点不良かなんか起こしてるのかなっていうところですね。ソフマップで買ったんですが、ちょっと今問い合わせ窓口を返して、ちょっと交換をお願いできないかどうか今メールを送っているところです。ただよくある、問い合わせホームページのところを見ますと、メーカーサポートを受けてくださいっていう感じで、なんかソニーに直接言ってみたいな、そんな感じで書き込みされてたんですよね。でもね、もう買って初日のおかしいわけですからね、ちょっとそれをソニーに丸投げするっていうのはちょっといかがなもんかと思いますよね。ちょっとソフマップ側で交換とかの対応を受けてほしいところなんですけど、まあちょっとその辺のお願いを、ちょっと今メールでやっているところですので、もしかしたら1週間後ぐらいにはちょっと新しいコントローラーでちょっと遊べているようになるかもしれませんね。きっと大好きなんで持ちたいんで、ちょっとギリギリまで悩んでるんですが、やめときますか。じゃあ飛行機、そのうち飛行機もなくなるでしょうからね、ちょっと最終フライトになるかもしれませんね。
日に日にね、なんか雪がなくなってきてね、小さい小さいんですよ。もう今ミスティももう雪なくなってしまいましたからね。で、給油しっかりしていこうと思います。ただね、これちょっとアンチの場所が結局キャティになりそうな気もするんですよね。まあまあ、とりあえず飛行機で1キルをできたらもう それでいいんですけども、そうですね、こんなもんかな。とか誰か来た後あるのかな。ボットさんですか。この宝箱なんかの人だったら残さないですもんね。ちょっとインボットだけもらっていこうかな。こんなもんですかね。資材取ってる場合じゃないんで、まあ、ひとまずちょっとさっさと飛行機に乗って倒しに行きますか。十分じゃないんでしょうか。本当はね、ちょっとアップグレードしたりもしたいんですけど、飛行機に乗るっても決めてるんでね、いらないでしょう。まあ、青タクで十分じゃないでしょうか。では、飛行機1キル頑張って目指していこうと思います。以前ちょっとテイク飛行して捕まっちゃいましたのでね、ちょっとある程度の高度を保ちながら人を探していきます。まだそんなに外で歩いてる人はいないですよね。最初に街降りしたらまだまだ夕方漁ってる、そんなタイミングじゃないかと思いますけども、ここさえボットさんでもいいんでね、外をうろついてほしいですよね。ちょっと IO ガードの可能性もあるんでね、ちょっと離れます。この辺りがね、一番当てやすいんで、ここで一人いたらいいんですが、これ敵じゃないか。当たらない。エイムはダメダメだ。まあまあ距離もありましたけどね、でも当てたかったな、今のは一発二発は。ちょっと、やめてよやめてよ。1キル。ダメだ、一発しか当たらない。一発だけか。あれいきます。痛い痛い痛い。もう飛行機壊された。飛行機はすぐ短。あっ、めっちゃ飛んでる。わおわお、ダメでした。飛行機遊び失敗です。まあこういう動画があるのもリアリティあっていいですよね。というわけで今日は、ミッション不達成、どうもありがとうございました。